やりきれない連中だ。あんたの旦那をほっぽり出すのが筋ってもんだが、何見ててごらん。あの女の腐ったような総林先生と奥さんが詫びを入れて一件落着さ。最必要の馬まで野良に出してるんですよ。毎日こんないざこざばっかり。おかげで私は気苦労の指導士なの。もう病気になりそう。ほらこんなに震えて。あの人には耐えられないの。あのガサツさが。エフゲニー、ねえあなた、私を連れてって。時は待ってくれないし、私たちも若くはない。せめて一生の終わりぐらいは逃げも隠れもしないで、嘘をつかないでいたい。僕はもう55なんだ。今さ生活を変えるわけには。ね、他にも女の人がいっぱいいるんですもの。まさかみんなを引き取るわけにはね。困らせちゃってごめんなさい。無罪なさったでしょ私も。いやそんなことはないよ。私どうしても焼けるのよ。そりゃあなたはお医者様だから女の人を避けるわけにはいかないわ。それはわかるんだけど、どうですかあちらの様子は。アルカージナさんは泣いていらっしゃるし、ソーリンさんは喘息の発作ですわ。どめ、カロコソウの水薬でも二人に飲ませるとするか。どうぞ。おお。レスリアン、まあ、なんて可愛らしい花でしょう。うん、その花をちょうだい。